日本代表は24日、大分市内で合宿2日目の練習を行った。この日の練習からフォワード岡崎慎司、ゴールキーパー川島英嗣が合流。一方でフォワード高慎さんが怪我のため離脱し、計29人で調整した。グラウンドに姿を見せた選手たちは、練習開始まで9人1組に分かれ、ジャッキー、ボヌベイ、コーチ、リカルド、ロペスゴールキーパーコーチも混ざって7対2のボール回しで汗を流した。その後、バヒド、ハリルホジッチ監督が敵を吹くと、選手は小走りでピッチ中央に集合。全スタッフが集まってエンジンを組み、指揮官の指示に耳を傾けた。練習は冒頭15分のみ報道陣に公開されたが、ピッチ上には100個を超えるマーカーが整然と並べられ、複数の色のビブスも用意されていた。グラウンドに現れたハリルホジッチ監督はマーカーの位置を細かくチェック。数 CM 単位で位置を直させた。この日の練習から合流した岡崎、川島はランニングのみの軽めの調整となり、残りのフィールド選手24人でウォーミングアップを行ったが、そこでも早速、ハリル優の緻密さを見ることができた。選手たちは4人1列に並んで腕を回したり、体上げをしたりして体をほぐしたが、シリル、モアンヌ、フィジカルコーチは、選手間の、前後は 1M 開けろ、横の、4人はラインを合わせて、と、細かく指示、手拍子に合わせて体を上げるなど、まるで、軍隊式、のトレーニングは規律を、重んじるハリルホジッチ監督らしい光景だった。